アメリカ大統領選挙でですね、トランプ氏がですね、共和党の、もう日本はアメリカの核の傘から抜け出して、独自に核武装をすべきだと、こういう発言をいたしました。いかにも日本的ですね。日本が独自に核武装をするべきかどうかという議論は起こらずに、アメリカの大統領選挙で、かつては泡沫候補だと言われてた一人が、日本の核について発言するとですね、それが気になってしょうがないっていうところが今の日本のポンコツ加減っていうかですね、やっぱ日本の核武装ですから、アメリカのトランプ氏が何と言おうとですね、日本は日本でちゃんと考えて発言しなきゃいけないんだけども、トランプ氏が言った途端にですね、いろんな新聞が日本の核武装についてアンケートしたり、ひどいのになると、日本は核武装について議論すべきかなんて話が出てくると。いや、冗談じゃないですよと。アメリカの大統領候補が言って、急に議論するぐらいだったら、そんな恥ずかしいことないじゃないですかと。日本のことなんだから、当然、日本人としては議論すべきじゃないですかと。いうことに議論しておくべきじゃないですかと。アメリカの大統領候補が言ったから、うんぬんなんていう、そんな恥ずかしいことしてたらですね、話になりませんよと。私なんかは過激なんでしょうかね、こういうの。そう思いますけども、これは日本人というものが非常に情けなくなって、自分で自分の運命を決められなくなったわけですから、しょうがないって言えばしょうがないわけですけどね。ということで、いずれにしても、そんなこと残念がっててもしょうがないんですが、いずれにしても、日本の核武装の問題というのが、アメリカ人が言ったからつって、大変に日本人も気になったっていうのは、事実ですから、しょうがないと思って日本もそれほどのもんかと思わなきゃいけないですね。まず第一に日本は核武装してなかったのかって言ったら、もちろん核武装してましたよ。だって日本に駐留してるアメリカ軍が、一応日本の国内には核を持ってなくてもですね、近くにアメリカの原子力潜水艦がうようよしてて核弾頭を積んでて、そして日本と安全保障条約を結び、いざという時には核をやるぞと。だって日本はアメリカの核の傘の下にいるって言ってたわけですからね。それは核武装してますよ、明らかに。ただ、この核はですね、アメリカが現実に日本の安保条約を根拠に核を使うか、日本のために使うかっていうとそれはわからないんですが、この核というのは使うかどうかわからないだけで核武装なんですよ。つまり核っていうのは抑止力に主体があるんであって、核を使うかっていうことになると、もう一つ別の議論をしなきゃいけないんですね。それからもう一つはですね、日本には実は核爆弾の材料があったっていうのがあるって言ってもいいんですけども、この前、現在ですね、核爆弾になり得る材料、プルトニウムをですね、約核爆弾、50発分ぐらいなんですが、それをですね、今アメリカに移送中ですよ。だからね、日本は核武装してるんですよ。してると同じなんですね。だって、核弾頭の材料を持ってて、日本は核爆弾できます、技術的に。それからミサイルを持ってます、制御技術持ってますから、日本は一応核武装しているというふうに言っていいわけですね。ですから、日本人らしくて自衛隊があっても、第9条でいいと。第9条、憲法第9条で自衛隊を持つっていうことはものすごく危険ですよね。だって、自衛隊が何するかよくわからないわけですからね。自衛隊はどんなに考えても、あれですよ、武装集団なんですけどね。武装集団なのに、武装集団でないと定義されてるわけですから、これはかなり危険な状態ではあるわけですね。それと同じように、核武装しているのに核武装していないという、本音と建前でしょうかね。それで行くっていうのはいかにも日本らしいけど、僕なんかの考えで危なっかしいなぁと。自衛隊を持つんだったらやっぱり憲法9条を改正して、自衛隊はどういう任務を持ってんのかってのを決めないとですね、だって自衛隊の力というのはですね、あれなんですよ、世界で第1番目の軍事国はアメリカですね。これはダントツ。第2番目がロシアと中国ですよ。それから第3番目にイギリスとかフランスとか日本とかそういうのが続くんですね。つまり日本っていうのはですね、世界で第3位とは言えないんですけども、第3位とか4位に準じる、予算としては第5位だと思うんですけども、そのくらいの強い軍隊なわけですからね。だから、それと同じことが行われております。それから、日本は核武装すべきか、これは今から議論しなきゃなんないことで、まあ、ここではまあ、その核を持ってたら抑止力があるから日本は戦争に巻き込まれないというご意見は非常に多くてですね、特に日本の支配層に多いわけですね。ですから、まあ、確かに核武装をしてればですね、核武装してる国は一回も攻められたことないと。イラクだって、かつてのイランだって、アフガニスタンだって、リビアでも、全部核武装してないから、やられてるんだという意見もですね、あながち間違いじゃないわけですね。ですから北朝鮮も核武装をしてる間はアメリカも行かないよと。まあいう点なので、日本も核武装すれば安全になる。しかしそんなこと言ってたらですね、世界平和するためには全部の国が核武装を持つって、それはね、僕はやっぱり詭弁だと思うんですよね。やっぱり核があれば悲惨な結果になるだろうという方がまともな議論ですよ。それは抑止力というのは非常にちゃんとした理論ですし、現実味があるんですけどね。だけども、やっぱり人間には常識ってのがありますから、世界に核があった方がいいか、核がない方がいいかって、やっぱり核がない方がいいですよ。核がない方がやっぱり世界は安定すると思うんですね。ですから日本は核武装すべきじゃない。もう一つ私はですね、日本軍っていうのはですね、もう昔からものすごく強いんですよ。日本軍の強さはですね、一番強い時のアメリカ軍と対等ですね。一番強い時のアメリカ軍、ドイツ軍と日本軍っていうのはまあ対等か日本の方が上かもしれないんですよ。ですから世界中で一番強い軍隊って多分日本軍なんですよ。だから日本はね、通常兵器を持ってれば、なかなか他国はね、日本には手は出さないと思います。今みたいに油断しっぱなしちゃダメですよ。もう経済は下がる、なんか環境だとかいう問題でリサイクルしたり、温暖化対策なんかやってて、国の力を落として、しかも自衛隊ない方がいいとかなんかやってたら中国に占領されますけれども、だけども、ちゃんと日本がしてればですね、日本に軍隊がいるのに攻めてくる外国いませんよ。それはね、戦争周期の硫黄島とか、戦争が終わった後の千島列島の戦いなんかで、みんなよく分かってますからね。ですから、世界中分かってますから。だから日本は核武装すべきでないというのが私の考えです。アメリカとの同盟ぐらいは必要でしょうね。アメリカとの同盟をしておいても、アメリカが核ミサイルをですね、日本のために使ってくれるかどうか分かりませんが、しかし日本本土に核がなくてもですね、アメリカの原子力潜水艦が日本近海にうようよしてますし、日米安保条約を破棄しない限りですね、私は日本はやはり準核武装国だと思うんですね。それからもう一つ外交的にガンガンやる必要があると私思うのはですね、戦争っていうのは常に報復権、自衛権と報復権なんですよ。まあ、自衛権っていうのは自分を守るわけですから、これは正当的なんですね。ロシアが攻めてきたから日露戦争をやる。アメリカが経済封鎖したからアメリカと戦う。これは自衛戦争ですから、権利が日本にあるんですね。それから核兵器だけは日本に報復権があります。もう一つは報復権というのは国際的に無条件に認められてるんですよ。例えば、アメリカが攻撃されたら攻撃した国を攻撃し返すのは一応いいとなってるわけですね。これはまあ、ナイフで刺されたらナイフで刺し返していいという、あれですね。正当防衛、まあ、防衛っていうのは正当ですからね。だから報復権というのはいわば、やられたことはやり返していいという、まあ、基本的な考え方ですので、日本は世界で唯一核爆弾を投下された国ですから、世界で日本だけに核兵器の報復権があるんですよ。ですから、これをもっと違う言葉で言えばですね、核兵器の先使用権、先に使用する権利は、次の核爆弾を使う権利は日本しかないと。日本以外の国は核兵器を使う権利がないと。これを大きな声で日本は連続して言うべきなんですね。そうするとどういうことになるか。それで日本が核武装してなければ、結局どういうことになるかって言ったら、日本が核武装するまで他の国は核兵器を使えない。日本は永久に核武装しない。結果的に。そうすると結局、核は役に立たなくてみんなやめると。したがって核兵器の報復権は日本にしかない。日本しかありませんよ皆さんって世界に呼びかけることが非常に日本が核武装せずに、安全を保つ非常に重要な僕はキーポイントだと思っております。